ピアノと還元楽のための幻想曲は、クロード・ドビュッシーが1889年から1890年にかけて作曲したピアノ競奏曲。後年、作曲者自身によって改訂が行われている。この曲はドビュッシーがローマ大賞を受賞して留学を果たしたローマにおける一連の留学作品に位置づけられる。曲、春などもこの時の作品であるが、 幻想曲が作曲されたのは、ビラメディチでの生活に居心地の悪さを感じた作曲者が留学期間を短縮してパリへと帰国してからのことであった。ローマ大賞の留学作品としては、他に合唱と還元楽のための、ズラい間、カンタータ、選ばれた乙女が生み出された。しかし、この幻想曲は、ドビュッシーの生前には初演も出版もされることはなかった。 初演は1890年4月21日にダンディの式で行われる手はずが整えられていた。しかしながら、この演奏会のために組まれた密なプログラムの制約から、ダンディは実質三楽章制である、この幻想曲の第一楽章のみを取り上げることにしていた。この決定に納得できなかったドビュッシーは送付を引き上げ、初演はキャンセルされることとなった。 またドビュッシーは楽曲の出来栄えに納得しておらず、1909年のバレーズ宛ての書簡からは幻想曲の改定に対する意欲がうかがえる。かなり前から幻想曲を大幅に書き換えようと思っていました。私はピアノオーケストラと共に用いるやり方を変えることにしました。でないと、二つの個性の馬鹿げた個性の競争になってしまいますから。 1909年8月、バレーズに当てて初演が行われたのは1919 19年11月20日のロイヤルフィルハーモニック協会の演奏会であり、独奏を受け持ったのはアルフレッド・コルトーであった。創付は、初演が予定されていた日付から3日経った1890年4月24日に、チャウドンス社が200フランで買い取るものの出版には至らずに終わる。 スコアが初めて世に出されたのは1920年になってからであった。ジョベール社からは1968年にアンドレ・ジューブによる改訂版が出版された。曲は1890年の初演で独奏者となる、はずであったルネシャンサレルへと検定されている。約24分ピアノ独奏、フルート3、大ーボエ2、イングリッシュホルン、クラリネット2、バスクラリネット、 ファゴットさん、フォルン4、トランペットさん、トロンボーンさん、ティンパニ、シンバル、ハープに、言語部に楽章制であるが、第二楽章が関と旧の二つの部分からなり、実質的に伝統的な三楽章の競争曲となっている。そなた形式。4、4拍子の導入部で、弦楽器のトレモロの上に、管楽器が主題を予言する旋律を歌うと、ピアノが、 弱音のトリルで加わって3、4拍子、アレグロ、ジュストの主部となる。穏やかな第一主題に続く、第二主題も優美な佇まいを見せる。展開部に入ると両主題による展開がしばらく続くが、しばらくすると導入部で示された音恵も登場する。ピアノは細かい装飾音を伴って繊細に奏される。やがて低音から第二主題が現れて、 音量を増すと第一主題による再現部となり、そのまま第二主題の再現を待たずに、ホルテッシモで楽章を閉じる。第一部はフルートの音に導かれ、弦楽器によってたおやかな旋律が奏でられる。これを受け継ぎ、ピアノがそうする主題も落ち着いたものである。頻繁に調整を変えながら幻想的に進行し、ピアノの主題は元のテンポとなって蝶々で再現される。 調整が再び家へ、蝶々に落ち着くと、弦の取れロに乗ったピアノの穏やかなメロディーで、静まっていく。第2部は、低音で、第1楽章の主題に基づくフィナーレの主題が暗示される中、速度が上昇して、ピアノのトリルが繰り返されるとと蝶々の、アレグロモルトへと至る。ここでの主題は様々に形を変えてこの楽章の、各所に用いられる。 他に五連符で始まる楽器のある主題は印象的である。一度は穏やかな表情を見せるものの曲は再び盛り上がり、次々に速度を上げるよう指示が書き込まれる中、最後は都庁長でにぎやかに全曲の幕を下ろす。注釈出典。ありがとうございます。